はい、えー、ナムニューエン君引退しちゃうみたいです。レモンみかんさんありがとうございます。よろしくお願いします。えー、ナムニューエン選手は今季で引退するようです。えー、なんか nhk 杯なんか元気なくて、なんか最近なんかちょっと体型も太っちゃった。感じがして、うん、なんか恋愛でもしてるのかな？なんて。 ね、あの思いましたが全然そこは分かりませんけどちょっと表情もなんかいつものナム君じゃなくて何、うん、んかあったのかなと思ってたらい引退なんですね、うん、なるほど、まあ、カナダの中では、ね、あの期待はされてたと思うんですけどシリアに上がってかあんまり活躍できなかったですよね、うん、はい えー、そして、えー、11月の18日から、えーフラえー、グランピリシリーズ、えー、フランス杯グルノーブルです鍵、えー、山選手佐藤選手樋口選手横井選手あ横井選手出場するんですかなるほど横井選手出場ですよ皆さんうんいや横井選手頑張ってほしいなスケートアメリカの時に、えー、なんかちょっとあのフリーで、えー、泣いたんで嬉しくて うん、あの得点上げてほしいですね。9マーク多かったのでね。はい。ただショートがあのまあ、決してショート悪い演技じゃなかった。あまあ、そっか。でもシングルルーツになってたからあれかそうだから底上げしていきたいですね。うん、正直僕横井選手の今季ショートもフリーどちらもいいので。えー あの気にしてるんですけどそして、何はともあれ樋口選手ですよね、いや今回の、まあ、冒頭劇といいますかね、うん、ショートからフリーに、こう、天から足にスっととね、落とされたような感じがあったんで、いやー、なんとかしてほしいですね、うんまあ、そうすると、まあ、全日本前最後の試合になると思うので、えー、ここでワンクッションね、いい演技しておきたいですね。うん そして、一番注目なのは、カリラマ VS 佐藤のこの2人ですよ、うん。この対決はね、ちょっと過熱ですね。今期は確か2人が直接対決してる大会っていうのは、おそらくなかったかな関東・東京選手権。ちょっと抜けてますけどね。なので、あれ原山さんのカップはあちょっと待ってください。なんか間違えたら申し訳ないですね。 でまあ、まあグランプリーシリーズフランス大会での,、まあこのえー、直接対決というかになるのでこの2人どちらか1人がオリンピック行く構図になるかという可能性がね、まあ、羽生選手は怪我次第ですけど復活次第ですけど、まあ、それによっては分かんなくなっちゃうんですけど思うので、まあ、あとはそうですね全日本選手権羽生選手が欠場した場合佐藤選手が全日本で優勝したりするとまあ ちょっと分かんなくなってくるんで、まあ、そこを置いときまして、まあ、鍵山選手、佐藤選手の,この、まあ、2人、どっちが降りに行くのかみたいなところが結構あるんですよね、うん、ぶっちゃけるとね。だから、まあ、この2人の対決がちょっと僕は気になってますね。うんまあ、三浦航選手終わったばかりで、なんか記憶に新しいんですけど、だから佐藤選手と三浦選手似てるななんて思ったりもしてる、えー、そんなこの後なんですけど、だからまあね、うん。 でえっと、男子はキーガン選手、ああキーガン選手も、ね、前回大会やらかしちゃったんで、うん、なんか、ループジャンプで大きな怪我もしち,ちゃって、頭かな、ね、バーンって顔を打っちゃってで、手から血も出てましたよね、確かね。なので、ちょっと悔しかったんで、えー、フランス大会ではね、頑張ってほしいですね。うんまあ、彼もカナダのホープですからね、なんとかこうか、彼も完璧になってくれれば、メダルあの争い食い込んできますからね、もったいないんですけども。 うんはい、えそしてジェイソン・ブラウンですよ。もう彼は本当、アイスのもうショースケーターはショーを見ているかのような感じですね。まあ、ロシアからは4回転や,れるやってねえくせに以外なんか言われるんですけども、全然なんかね、まあ、ジャンプ大会って、あのまあまあ、ジャンプ大会とはまあ本当に、えー、別の次元にいるというか、そういう感じがあり、まあ、ジェイソン・ブラウンなんかが4回転とか、ね、マスターしてくると、まあ、すごい。 高い得点が出やすいというかね。あの上の方に行き,行きやすいかなと思うんです。バシリエフ君なんかもそうですよね。うん。でもバシリエフ選手の演技ってなんかスピンとかやってる時の顔がね。芸,芸術なんですよ。顔が芸術なんかバシリエフ選手のこのスケーティングとかフライン。あ、キャメルスピンの時の表情とかもね。すごいこう顔をしてて、なんかビデオでなんか。そういうのあのカメラ。カメラマンもそこをこう映しててちょっとあの。 はい、なんか、うん、すごいなと思うんですけどもね、はいえ。日本は2日遅れでテレ朝放送予定みたいで忙しくてごめんなさいということなんでね僕は、まあ、今回フランス大会ですから時差がありませんので、えー、頑張ってやっていきたいと思います。はいはいえー、そして、ゆうみなみさありがとうございます、えー。本当に三浦選手に期待しますね。狩山選手、佐藤選手、三浦選手、えー、次世代が育ってきていますね。 今はカ山選手がリードしていますが、きっと佐藤選手も、えー、三浦選手も負けずと頑張ってきます。五、えー、年後のオリンピック楽しみです。そうですね、もう気はね、もうあの北京五輪よりも先に行っちゃってますけど、でもなんか、そうですね、今後の日本の、そのだ日本男子のフィギュアスケート界は、 ままだまだ熱いでですねね、うん、その考え、ねうんまあ、ただ、まだ羽生選手や宇野昌磨選手の現役の続行するかどうかというのは分かりませんただ、宇野君に関してはまだ続行するかなって僕、なんとなく思っていてそのどんどん進化していきたいという結構フィギュアスケートをこうまだまだあの頑張っていくみたいな投手が感じられるんで多分、宇野君は現役続行するかなってところがあるんですが、まあ、羽生選手は分からないですね。うん ちょっと分かんないです。今回、えー、また北京出てきて、金メダルとか取っちゃったりしたら分かんないですし、なんとも言えませんね。だって27歳ですかね。うん。まあでも、そっか、5年後は30歳でオリンピックなのか、そうすると。どうですかね。うん、分かんないです。うん、まあでも、この、その次世代の鍵山選手筆頭にね、えー、佐藤選手、三浦選手とね、本当、 日本はどんどん強い選手出てきてますからね、うん、楽しみだなと思うんですけども、まあ、でもロシア男子がちょっと気になるんですよ、なんとなくね。ロシア男子に表現力がついてくると恐ろしいですね、4回転ジャンプ、難しいジャンプを飛んでいるので、まあ、そこら辺のその革命が、ね、気になりますね。うんはいえー、そしして、ううささん、ん、えー、ありがとうございます。かぶお疲れ様でしたね。 えまた寝不足なんじゃないですかいや昨日はね、若干寝不足ですね。今日も朝起きて、ちょっとあまり寝,た寝足りない感じがあるので、はい、ゆっくり眠ってくださいね、うん。ありがとうございます。はい。えー、そうですね。まあ、寝不足くんですね。はい、そして、家の家康さんも1つですね、かぶさん元気ですね。いつも思いますけど、えー、お部屋きれいにされてますね。いや実はねまあでも 特にこの部屋にたくさんものがあるっていうわけでは、まあ、決してミニマリストではないんですけどもね。うん、えー、熊のぬいぐるみも今日はカメラ目線でいいですね。え神、ー、田さん足首に気をつけてくださいね。これはあのー、三原舞ちゃんのギャラクシー、えー、今陸上フィギュアやってるんですけどえー、はいまああのまだこう完成度は低いですがちょっと。 三原舞依選手のギャラクシーを、えー、今月中にもっと極めていきたいと思います。だから今月の目標が、まあ、三原舞依選手のフリーステーティングのものまねプログラムを作るっていうのが目標だったんで、もうちょっとそういった意味ではあのまだ完成度は低いですが、ちょっとだけ目標達成感はあるので、えー、なんとかあのやってよかったなって思いますね。うんまあ、でももまだもうちょっっと頑張って、えー あの進化したものがねできればいいなと思ってます。ありがとうございました。はい。えー、そして、マントマン・クレアンさん、ありがとうございます。今になって、あの動画にコメントしちゃったことを後悔しています。私みたいなフィギュアスケートにまだ詳しくない人なら、気になって見てしまったりするでしょうね。気をつけます。いや僕も、あの、釣られたんで、あの、まあ、だからそんな心配することはないですよ、これ。うん。 なみなみさんありがとうございます、えー。ジャッジ分析ありがとうございます。ショうマくんはまだまだ伸びしろがたっぷりある上でのあの得点だったので、あすいません、これ読みましたね、僕。えっと、あすいません、これ読み、ま先ほど読みましたので、はい、すいません。あこちらですね。はい、なみなみさん、すいません、こちらですね、はいえー。ゲーム界でも結構なレベルにいるらしくて、有名なショうマくん。フィギュアステーターってゲーマー多いですよね。 あの羽生選手もなんかゲームやってて、モンハンだったかな。僕は全然詳しくないんですけども。あと、田中圭司さんは遊戯王とかですよね。まあ、ゲームじゃないか。だから。あ、でもゲームもか。うん。なんか、ゲーマーが多いイメージがある。えーまあ、ゲームってなんか、悪影響を与えるイメージがあるんですけど、集中力がつくので、うん。 最近は試合がある時はゲームの世界の方々が団体で応援ツイートを上げたりしているらしいですがちょっと前までは宇野昌磨くんスケートもうまいのと思われていたらしいあーってことはゲームが先なんですねなんか僕の,な僕の中ではフィギュアスケート宇野昌磨っていう感じなんですけど宇野くんの中では、えー、ゲーマー宇野昌磨っていう感じでまああっちらの世界でもこう頑張ってるっていうねいこれいいですねうん、えー、そしてなんだ ここで君こけるところかもしれませんでもこれでゲームの達人の方々がスケートにも興味を持ってくれたら嬉しいですね。うんなんか本当の君はあらゆる世界でそこにいるだけでファンサービスやってると思うんでまあ多分ゲームの世界でもねいじられてるのかなと思うんですけども、ね、はい、うんはいえー。そしてなみなみ様続きのコメントに行くと丸優、えー、さんのおっしゃることはよく分かります。 羽生さんのファンのほとんどはマナーも良く他の選手の悪口など言わないと思うのですが一部のファンがあまりにも悪目立ちしています一部とはいえもともとファンの数がとても立てつもなく多いので一部でも多いから目立ってしまいます、えー、羽生さんのことが好きならこういうことはすべきでないと思うんですが一番悲しむのは羽生選手だと思います自分の推しを応援するのはもちろん正しいですが他の選手のことを称えてこそ自分の推しの力にもなると思います 選手同士がお互いを称えたりリスペクトしているんですからファンもそそうううありたいと思うんでです。そうですね。やっぱりあの選手のことを考えるとそういったファンの方が他の選手のことをけなしたりするということは選手が逆に悲しむと思うので、えーまあ、一部ですけどもね、一部のせいでそういうふうに悪態をつかれてしまうというのは残念ですよね、本当に。ね。本当に一部ななんでで、すよ、本当にうん、なので、えー まああのー、今に始まったことではありませんけどもね、あの高橋大輔選手とあ、高橋ファンと羽生ファンの時なんて、今の本当、羽生選手、宇野選手の本当にひざ、ありませんからね、うん、ものすごかったですよ、本当に。今でこそね、あのーまあ、羽生選手もこの高橋選手だったありましたからね、だから宇野選手の時はちょっと穏やかな感じがまだありま、まあこれでもまだ穏やかな方ですからね。 高橋のさん、高橋ファンと羽生ファンの激突っていうのはものすごかったですかね、本当に、もうえげつなさ、もうにじみ出てるっていう感じですが、ね、うん、そうそうそう。はいえ、そしてフィギュアスケートとは関係ないお話ですけども、えー、レモンミカンさんありがとうございます。今、眞、ま、子さんとこの KK とのこと、KK とのかと、ね、あの、あれですね、はい、ノーコメント級ですけども、うん。 皮肉部、皮肉るときはですね、僕はあのノーコメント級ってちょっと言ったりするところをご了承いただきたいと思うんですけども、羽田空港から日航機で、えー、ニューヨークに旅立ち,た旅立ちました、えー、眞子さんが幸せでありますようにということですね、うん、まあ、その最後のマークのこの涙もあのノーコメント級なんですけどもね、うん、皮肉級ですね、はい、えーうん。皆さんどうでしょうかね、こ,のこれについては。 はい、えー、そして白うさぎさん、ありがとうございます。あのね、これ僕、完全に間違えてましたね。うん。えー、っと、フィリップジャンプではなく、ルッツジャンプです。これ、羽生選手の2012年ショートプログラムの演技解説の時に、えー、間違えて僕、フリップって言っちゃいました。うん、これね、フリップじゃなかったんですよね。えー、アナウンサーもフィリップジャンプと間違っていって、解説者に訂正されてます。とういうことなんで、もう、てっきりフリップかと思って、 ルッツだったんですよ、うん、あだからアウ,アウトサイド飛んだんだみたいなそう、完全に抜けてましたね。はいまあ、この子確か高橋大輔選手も、なんかルッツジャンプをそういうフリップジャンプっぽくね、まあ、要はその、ね、飛んでましたからね。うんえーまあ、最近はそういう選手は減ったのかな、まあ、分かりませんけどもね、うんはい。ではもうこのままいっちゃいましょう。えー、っとね 次はですね、なんか避難殺到ユーチューバーのお話をしていきます、えー。佐野さん、こんにちは。ミンゼスチャンネルとジンとトとーレれですな。こいつらは様々なことを必ず避、えー、難殺到と書きます、えー。彼にはいつか裁判沙汰、えー、警察沙汰、アンチの奇襲がいりますな。ということみたいですね。うん。はい、そして GECO ラボさん。 こんにちは。避難殺到の件、ただ単にアクセスを稼ぎたい人が、サムネに避難殺到と気になるワードを入れて、えー釣り、釣りに利用しているだけです。なんだと気になった人が動画を再生するのが目的なんで、実際に批判が殺到しているわけじゃないです。無視するのが一番です。でこれ僕ね、釣られました。うん、はい。で、 そしてもう一つ気になる情報が出てきました。グラスホッペイさん、ありがとうございます、えー。過密スケジュールについておっしゃることは分かるのですが、坂本選手は3週連続で試合に出場していました。えー、休んでいたらライバルに追い越されるのは、スポーツでは当たり前のことなんで、小松原夫妻を必要以上に同情することはないと思います。ということみたいですね。ちょっと僕は違う感じで、えー、同情というか、ありましたが。 一部国籍変更をした武尊さんがかわいそうとか的外れなコメントがありそれは逆に小松原夫妻に失礼でしょうと思いました。あーなるほど僕は全然こういったところは知りませんでしたね。え国籍変更をしたら幽霊になるならもはやスポーツではないです。うんそうですね、えー、村本選手はもともとの基盤があるわけで、えー、それに高橋選手は必死に追いついてきただけでは そうですね村本選手はあのシングルからアイスタンスに移ったのは、まあ、かなり早かったですからね、うん、え内容と関係なくて申し訳ないですがあまりにも小松原夫妻かわいそうという書き込みが散見されてしまいコメントさせていただきましたあでもこういう意見はやっ,ぱりあのやっぱり受け止めなければいけませんねだって僕全体全部あの全然分からなかったんでねこういったことがあるのかっていう感じでうん。 でねあともう一つなんですけれども、えー、引き続きグラスホッペイさん、えー、そもそも小松原さんは、高橋選手の転向をポジティブに受け止めていました。えー、これでアイスタンスに注目が集まると発信されていましたよ。ああ、なるほど、でもね、そういうふうに言う,言うけども、でもね、でも、どうなんでしょうかね、実際のところはね、うん、メディアの報道とかは切り離して考えてほしいです。 結果を残せばいいだけの話だしライバルがいることでレベルが上がるのはロシアの女子を見れば明らかいやでもね僕ね若干すいませんあのー、これねちょっとやっぱり違うと思っていてもちろんそれもあると思うんですけどやっぱり高橋選手はシングルで人気があったわけですよだからその人気を引き連れてアイスタンスに来るということがかんありますしメディアがこう注目することで例えばこうなんかねえ 何てうんですかね、ちょっとこう、ありますよ、多分、そういうのね。うん、僕はあの、ちょっとそこはね、そこの影響もあると思ってます。ただ、小松原さんがあの、美里さんがね、その最近、ちょっとこう、暗い感じがあったりとか、なんか、なんかそうネガティブな発言が多いということに関しては、まあえー、それだけじゃなくて、あのビザの問題とか、まあ、他にもいろいろ問題があるというところがあったりする部分もあるのかなというふうに感じはするので、 まあちょっとまだ僕の中であの情報が交錯しててあの分かんないっていうのが事実です。はい。えー、なので、そこは申し訳ないですけどもね。うん。はい。はい。そして、佐野さんですね。えー、直後、避難殺到のネタをした連中は全裸フィギュアの刑でということで <laughs>、はい。まあ、フィギュアスケートを全裸でやれっていう感じですね。うん。 はい。そして、ボールミザーさん、今、滑り込みで入ってきました。トリプルアクセル以上じゃなくて、トリプルアクセル以下のジャンプでのミスが少ないです。あ、そうですね。まあ、ここは OK なんで、はい。大丈夫でございます。というわけで、皆さんコメントたくさんありがとうございました。はい。また何かありましたら、えー、速報でお伝えしていきたいと思います。